発展です。高校数学両問演習第14問目になります。整数計6問やる予定なんですけれども、その第4問目ですね。まあ、ちょうど半分終わったところですね。まだ問題解いてない方はですね、必ず一旦ここで動画を止めていただいて、自分で答えを出して考えてみてから解説を聞いてみてください。こちらやっていきたいと思いますが、 まあこれまで3回の整数問題を通じてですね整数解の主な絞り込み方っていうのを学習してきました、まあ、整数解っていうのはですねこう範囲を絞ってあげたらそこからしらみつぶしに探せるんでそれが実数解と違ういいところだったんですよねでその絞り方については3つあって不等式に持ち込んで絞るパターン あとは、あまりに注目して分類してあげるパターンと因数分解などのですね、積の形に整理して絞ってあげるパターン、この3つがありました。で今回の問題はですね、素数に注目して、まあ、前回の授業でもさらっと言ったんですけれども、素数っていうのが積の形に弱いので、素数の関連する問題を積の形に因数分解して対応する問題というのをやっていきたいと思います。まあ、素数ってなかなか性質もまだ解明されていない部分が多くて、 まあ未知な物体なんですけれども積の形には弱いっていう弱点があるのでですねそこをぜひマスターして結構入試とかにも出ますので考えて解けるようになっていただけたらと思いますでは問題やっていきたいと思います括弧1ですねえー、P は今回素数ですとで N3 乗プラス13乗して1足した数が素数になるような自然数 N を全て求めてくださいという問題です、まあ、これを入試や模試の本番で見た時にですね、えー、どうやって整数回絞り込もうかなって思うんですけれども まあ不等式、今回不等式何もないので結構難しそうですね。あとは、あまりで分類するのも、まあ、何とかの倍数になることを示せっていう問題ではないので、まあ、あまり使えなさそうですね。まあ、なので、因数分解、積の形に整理しておこうかなっていうのが、まあ、解放に至る出発点ですかね。それと、まあ、ヒントとしては P が素数って書いてあるので,で素数といえば積の形に弱いので因数分解して積の形にできないかなっていうのも考えますね。まあ、あとは ここから出発する人も多いと思うんですけれども、n3 乗プラス1っていうのを見た段階で因数分解できそうですよね。頭の中でいろいろ考えてみて、じゃあ因数分解でいけそうだなっていう結論に至ります。で、解答の出発点ですね。まずこの左辺の n3 乗プラス1っていうのを因数分解してあげます。素数がなぜ因数分解に弱いかっていう話を前回少ししたんですけれども、p が素数なんですね。で素数っていうのは1とその数しか約数を持たないので、 何かと何かの整数同士を掛け算して素数になる組み合わせっていうのは 1×p もしくは p×1、まあ、もしくはこの両方にマイナスをつけたものですねこの組み合わせしかないんですねですのでその可能性を考えていったら終わりになりますで今回この n+1 っていうのと n2 乗マイナス n+1 っていう組み合わせがどれに当てはまるかなっていうのを探すと n は今自然数ですよねで。自然数って1以上の整数なので、n プラス1っていうのは必ず2以上になります。ですので、これ1になることがないんですね。まあ、なので、この可能性は消えますね。さらに2以上なのでマイナスの可能性も消えまして、この n プラス1と n2 乗引く n プラス1っていう組み合わせは、p と1っていう組み合わせしかなくなります。まあ、ですので、因数分解した段階で結構絞れたんですけれども、そこからさらに n プラス1の値の範囲を 条件から考えてあげることで、組み合わせを一つに絞り込むことができました。これが因数分解の威力なんですね。なので今回場合分けも必要なく、この連立方程式ですね。n プラス1が p、で n2 乗マイナス n プラス1が1っていうこの連立方程式と言ってあげて、この2つ目の式から n の値が1と決まるので、でこの値を1つ目の式ですね、n プラス1イコール p っていう式に代入すると、 p が2と出てきます今回 P が素数っていう条件があるので必ずその条件に当てはまっていることを確認して答えが N=1 と出てきますこの連立方程式の解き方については第10問目で細かく見てますのでもし興味がある方はやってみてくださいよろしいでしょうかなので素数という問題が出てきたら席の形に整理してあげて席の形に整理すると何が嬉しいかっていうと整数同士をかけて素数になる組み合わせっていうのが数えるほどしかないですよとで さらに問題の条件からいろいろ絞ってあげてどの掛け算の組み合わせだったら素数になるかっていうのを確認してあげるっていう問題でしたでは括弧2です括弧2も同じように進めていきます、まあ、今回は右辺が P ではなくて P2 乗なんですねで同様に左辺を因数分解してあげて右辺が P2 乗になります、まあ、P2 乗って素数ではないんですけれども実は約数が1と P と P2 乗しかありません3つしかないんですね、まあ、なぜかっていうと P が素数なのでこの P 関連の 文字以外に約数が出てこないんですよね。素因数分解を考えていただいたらわかると思うんですけれども、ですので、p 2乗っていう素数ではないんですけれども、素数を何乗化した数っていうのは、結局整数同士の掛け算でその数になる組み合わせっていうのはだいぶ限られてきます。でここで言うと、先ほどと同様で n プラス1っていうのが2以上なので、組み合わせとしては p かける p もしくは p 2乗かける1っていう2パターンしかないですね。 まあこの2以上という条件がなかったら 1×p2 というのもあったりするんですけれども、またさらには負の数×負の数という組み合わせもあったりするんですけど、今回の条件の下ではこの2パターンしかありませんと。ですので、絞り込みを行うことができて、n プラス1というのが p2 もしくは p、でそれに応じて n2 マイナス n プラス1というのが1か p という、この2パターンしかないことがわかります。でそれぞれ場合分けをして解いて実際に p が素数になるかというのを確認する必要がありまして、一つ目については、 この2つ目の n2 乗マイナス n プラス1イコール1っていう式から、カ1で見たみたいに n イコール1っていうのが出るんですけれども、まあ、この時 p2 乗が2ってなってですね、素数 p がないので不適と。で、2つ目の場合については n プラス n 乗、n プラス1、n2 乗マイナス n プラス1、どっちも p の時ですけれども、これは第10問目でやった代入法ですね。これによって連立方程式を解いてあげると、この1つ目の式を2つ目の式の p に入れてあげて、n を出すと n イコール2になります。で 十分性を確かめるためにこれをどっちかの式に入れてあげて P を出すと P イコール3となって見事に素数となってくれますなので答えが N イコール2とこれだけ出てきます、まあ、連立方程式の必要条件十分条件はですね第10問目で細かくやってますので是非気になる方は見てみてくださいかっこいい答案が書けるようになりますので是非ご確認くださいでは3問目ですね N3 乗プラス1イコール P3 乗です、まあ、今回 P3 乗ですねで、 これを満たす自然数 n は存在しないと言ってるんですね。括弧1カッ2では p とか p 2乗の場合は解があったんですけど p3 乗になるとダメですよっていうのを示してくださいという問題です。まあ、p3 乗っていうのも結局素数の3乗なので約数が1と p と p2 乗と p3 乗しかないのでですね。括弧1カッ2と同じ方法でいけるんじゃないかって思うんですよね。まあ、なんですけれども、まあ、それで答案を進めていってですね途中で n プラス1と n2 乗マイナス n プラス1。まあ 各自各自でったこの因数分解ですねでこの2つの組が P2 乗と P っていうパターンが出てきますよねで。そうなるとこの連立方程式を解くのが少ししんどいなっていうのに途中で気づきます。なぜかというと、まあ、P を消去したいなと思ってこの P を上の P に代入すると N の4次方程式が出てきますよねで。今回 N は存在しないことを示せって言われているので4次方程式の解が存在しないことを示さないといけないんですけど結構 これだけでも単品の問題になるぐらい重たそうな問題になってしまいますよね。なので、なんか違う方法ないかなっていうのに考えを切り替えてですね、まあ、因数分解っていう方針は変えずに、なんか違う因数分解できないかなっていうのが、この回答の出発点になります。まあ、実際これやっていただいたら納得できると思うんで、ぜひやってみてください。で、今回問題文見てみるとですね、n3 乗プラス1イコール p3 乗なんですけど、これ3乗が2つありますね。なので、 がこの2つの3乗で因数分解できるんじゃないかなと考えます。でそうすると p、p3 乗 -n3 乗っていうのが1になりますね。この3乗 -3 乗で因数分解できるなっていうのに気づきます。で、因数分解してあげて、これ右辺が1なんですね。ここがミソで、これ p も素数で,で、n も自然数で、どっちも整数なので、この p-n っていうのと、p2 乗プラス pn プラス n2 乗っていうのは、どっちも 整数なんですねで右辺が1っていう情報があるんですけど整数かける整数で答えが1になる数ってめちゃくちゃ限られてきますねなぜかというとこれ1る1もしくは1ス1しかないですね、まあ、なのでこの2パターン調べればいいかなと思うんですけど今回さらにありがたいことにもっと絞れる条件があって p が素数で n が自然数なのでこの p2 プラス pn プラス n2 っていうのに着目するとこれ全部足し算なのでこれ p が2の時 まあ素数の一番小さいのは2ですよね。でさらに自然数の一番小さい n1 を持ってきてですね、えー、一番小さい値何になるかなと思って調べると7になるんですよね。これ全部足し算なので、p2 乗プラス pn プラス n2 乗っていうのは必ず7以上の数になります。まあ、p と n がこれよりどんどん大きくなっていくるのでですね。でそうすると、これ7以上になっちゃうと、かけて1になることがあり得なくなっちゃいますね。ですので、この条件のもとで、この式を満たす P と P p-n と p2 乗た pn たす n2 乗ていう組は存在しないことになります。ですのでこの式を満たす自然数 n は存在しませんというのが示されたことになります。まあ、少し引っ掛けというか発想の転換が難しい問題ではあるんですけれども、まあ実際に1と2と同じ方法でやってみて、この連立方程式解かないといけなくなったときにちょっと違う方法ないかなと思って、 考えを切り替えてみるっていうところですね。それがちょっと難しい問題かなとは思います。まあ3乗引く3乗で P3 乗引く N3 乗ってやって1を残したんですけど、これはもちろん N3 乗引く P3 乗にしてここマイナス1を残しても同じように議論ができて、まあ、整数×整数でマイナス1っていう組は 1× マイナス1か マイナス 1×1 しかなくて、まあ、いずれにせよ7以上の整数が出てきちゃうと困るので、それによって n は存在しないっていう証明が成り立ちますので、これマイナス1でやってしまってももちろん OK になります。はい。まあでも人によってはですね、この四次方程式の解が存在しないことを示せちゃう人もいると思うんですよね。で、私もこれ示せるかなと思って考えてみたんですけど、一つやり方を思いついたので、この発展というところに書いてみました。ただこれ、あの、微分の知識が必要になってきてですね、 まだ微分も習ってない方がいるとは思いますのでもし興味がある方はですね見てみてください証明のあらすじだけ言ってしまうとですねこの連立方程式を解くためには P を消去してこの四次方程式が成り立つことが必要ですねでこれ整理してあげるとこういう形の四次関数イコール0っていう形になるんですけどこの左辺を Fn と置いておきますで今 Fn っていうのは自然数なんですけれども実際に数字を入れてですね0になることあるかなと思って確かめてみて F1 っていいうのは0にならならんですね。F2 以降何か実験していくと全部プラスになっていくのでなんか N が2以上の時にこの FN が0より大きいってことを示せないかなっていうのが最初の出発点ですで今自然数だと関数の微分とかができないのでこれを拡張して実数 X について考えてあげて X の関数として2以上で0より大きいことを示すっていうのが回答のあらすじになります でこれを示すにはグラフですね。えー、関数の地域に関しては、グラフで考えるのが一番分かりやすいので、えー、微分をして形状を確認しに行くんですけれども、まあ、頑張ってです。x が2以上のときに fx が0より大きいというのが、えー、グラフを書かずとも、実は式だけで示すことができます。まあ、微分を学んだ方は、ぜひここも見てみてください。まあ、ですので、x が2以上のとき fx は0より大きい。まあ、なので、 n っていう自然数で飛び飛びの値を取るんですけれども、1の時はマイナス1でダメでしたと。で、2のときも実は6になって、プラスでダメなんですけれども、2以上のときは常に値が増え続けるので、結局、fn が0になることはないですよっていうのが示されます。ちょっとここは発展的な内容ですし、問題ともあまり関係がないので、ぜひ興味がある方は見てみてください。では最後、おかわり問題ですね。これはですね、括弧1から括弧3で今解説してきたことの復習になって、 基本的に解き方も同じですので、ぜひ皆さん自分でチャレンジしてみてください。で下にヒントと最終的な答えも載せてますので、えー、自分の答えと合っているか、また考えるのが詰まったらですね、ぜひここも見てみてください。で解説動画聞いただけではもちろん、えー、解けるようにはなってこないので、自分の力で最後まで解ききれるように練習を繰り返していただけたらと思います。では今日もお疲れ様でした。